私のにチーズ入ってなかったんですよ、うん、で最初私ドッキリかと思って、あの今までのドッキリっぽい、そうだからどこれドッキリかって思って、あの私すごい怪訝な顔してるかもしれないんですよなんなら私もうこれ絶対辛いやんって思ってたのだから、まあ、最初一口食べてあれ意外にいけんなこれと思ってでいつ、大成功ってくるんだろうっていうふうに思っていますので、皆さんそちらを分かった上で、見ていただけるとすごく嬉しいです。それではVTR どうぞ。白 T 絶対汚しちゃダメ、カレーの早食い対決、イエーイ。サニーチです。サメになるなるなるです。白 T 着てる時にカレーうどん食べるなんてちょっと怖くないですか。いやめっちゃ飛ばすもん。私でもやる。なるは結構やるよね。なんかミートソースとかもやばいけどカレーうどん多分一番やばい。やばいよね、うん、だから今回は白 T を着た状態でカレーうどんを早食い対決してどっちが一番汚いかみたいな感じなのをやりたいと思います。はい、しかも食べるものはこちらスプーン。なんか箸だったら確かに掴めるからいいんだけど、うん、スプーンだとすくう時に絶対落ちたりするのよ。そうそうそう、すくえなくて。しかもルールはもう一つありますよ。1本ずつ食べなければいけない。こうまとめてガンってやったら、うん、もうなんか麺じゃない、麺じゃないもうやっぱ麺の醍醐味はすするということで、なるほどね、こうもぐもぐじゃなくてすすっていただくために、うん、麺は1本ずつ食べていただきます。速さはあなんか競うの、一応一応競う、はい、あの速いっていうのも一応ポイント、そう、まあ、どっちでもポイント取れた人が勝ちって感じですね。でまあこう食べるんじゃなくてちゃんと机にこの状態でお腹をつけて平然と食べる全体食べます。ちなみにうちらはチーズカレーうどんです。チーズない、なんか溶けたかな、チンしたら溶けたね。よし、それではよーいスタート。絶対チーズないもん私の。え、美味しい、やばいやばい、普通に美味しい、うん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 、怖い怖い、やばいやばいやばい、あっこ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 、ちょっと麺を、麺の始まりを探したい。飛んでる、なんだやばい、肩肩くっそー、やばい、意外に肉がくるこれ、うんうん、怖い怖い、熱い熱いのよ、あ怖い、うん、飛んだかも、うん、飛んだかも、オクラが全部食ったかも、うん、長い長い、ちょっと早いかも、うん、なんかさ、カブリチオリフト思い出さない？ん？ようやっちゃんの、あーどんな、やばい、結構飲む、スタッフさんが全部集計してくれて、はい、まずその点数の配分の説明をしたんですけど、はい、先ほどのタイム、早かった方がプラス20点で負けた方がプラス10点、これをまず各自の持ち点としますね、はい、でシャツの羽根、小がマイナス1、中がマイナス2、大がマイナス3です、うんうんうん、でテーブルの汚れも判断します、はい、ということでまず1つの結果ですね、まずタイムが11分30秒50で、うんうん、またプラス20点分か、結構かかったので、シャツ羽は計6個羽ておりまして、小が5つと中が1つ、おお、で、テーブルの汚れが小が1だったので、うん、合計が12点です。おお、まあまあでも
20で稼げてるから。それじゃあ私の、はい、じゃあなるいきますよ。はい、なるのまず、早食いの分数が13分48秒59、10点、プラス10点が持ち点です。はい、そしてシャツ羽根が5箇所あって、これ私より少ない5箇所。そうそうそう。で小1、中3、第1、大きいのがねあったね。はい、で、はい、で、あれ、もう一度あれ、続いて、テーブル汚れがちょっと多かったとか中ぐらいだったので、中でマイナス2となります。ということで合計マイナス2。相当下がりましたね。はい、あのまずあのこちらの T シャツの部分でもマイナス10をされてらっしゃるので、0になってからのここでマイナス2となりました。なるほどね。でも最初めっちゃ綺麗だったよね。そう、後半焦ったんです。やっぱ私が早かったから。そう、予想外に早かったから。すごい早かった。めっちゃ晴れちゃったのよ、最初の最初で。もうごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回はかなりちょっと汚してしまいましたが、皆さんはあの服とか汚さないようにしっかりゆっくり噛んで食べましょう。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。え、ドッキリじゃなかったの？普通にドッキリじゃなかった。いや、もう私ドッキリだと思ってさ、もうさ最初からさ、え？みたいな。もうドッキリだと勘違い。はい、もう勘違いしてスタートしてますんで、あの逆ドッキリみたいになっちゃってます。もうずっと私あのこれやばいやつだと思ってるから、いつ来るんだろうって。あ、これスープとかもしかしてやばいなみたいな感じで、でも意外にいけんなっていう気持ちで食べてます今回の動画。めっちゃ恥ずかしい。どうだったんだ。めっちゃ面白いんだけど。恥ずかしい。だから言葉めなんかなんだろう、テンションめっちゃ低いと思う。なんかもうなんかもうこれに対してあの不可解な、なんて言うんだろう、不安しかないから。そう、怪しいポイントがありすぎて、もう私がそれもうなんかビビっちゃってるから、もうそれに対して、いや、この間ちょうど激辛ドッキリがあったのよ。あったからもう構えちゃってたから、あの一つ言わせていただくと、早食いだったらもうちょっとできた。YouTuber 殺しですよこれ、この企画。これね、完全に構えてたから。確かにちょっと怪しい。いや、怪しいって、いや、そうなるの企画だし、これ割とすごいシンプルな企画。怪しいって思ったからということですって。怖い。ごきげんよう、本当のごきげんよう。今日もいつなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回まで、ごきげんよう。